カットで爆発的にベルトがついてすごいね、そこ流れを考えられてデザインだったから持ち歩きがなかなか難しかった、はい、それだけに使おうな似てんのかなって言ってこれ結構大変なことになってきてる派手なベンチレッタも結構いろんなカラーバリエーションで素材を使っている。日本では7月中旬ぐらいから中国人の前に今でこそモノトーンとか流行ってきてます、うん、当時とやっぱりこの辺は定番です。そうですね、アパレルもちょっとラインナップが増えてきて対話加工に合うようになって、うん、これは昔出てたベンチレッタ 2.0 後継モデルの完成